Hello everyone, how are you today? Bad news and good news. Good news is we will go to Mie tomorrow, and bad news is it's officially announced the rainy season has started. 今日ついに梅雨入りが発表されてしまいましたね。今年は早く終わることを祈るばかりです。はい、ジメジメしている話題はちょっと置いといて。今日はですね、英語学習をしていて上達する人の共通点を4つほど皆さんとシェアしたいと思います。1つ目は目標の設定と振り返りができること。2つ目は学習時間の確保ができる人。これは、後の説明の中でじゃあどうすればっていうのもちょっとお伝えしたいと思います。3つ目、これは学習スタイルの自己流を捨てられる人です。そして4つ目、これ結構大事だと思うんですけれども、おしゃべりでポジティブな人です。1つ目の目標と振り返りができる人なんですけれども、以前に目標と振り返りそれぞれにビデオを作っておりますので、それのリンクを下に貼っておきたいと思います。ざっくりと、説明させていただくと、より具体的で、明確な目標を立てることでそこまで行くのに何が足りないかっていうのがよく分かってきます。自分の現在位置を把握して何が足りないのか、ゴールと自分の間に足りないものをどうやって身につけていけばいいのかっていうのに必要になってくる情報です。で、振り返りは、振り返りを行うことで自分に合っている勉強法っていうのを見つける手がかりになります。1週間ごとでやってほしいんですけれども、1週間やってみて、このやり方ではどうやら効果が出ていないように感じるっていうような時は、少しずつアレンジして自分に最適のやり方を見つけるっていうことができる人という意味です。できる人と断言してしまったんですけども、最初からできる人はいません。なので徐々に、できるようになる努力ができる人っていう意味ですかね。で、2つ目、これは学習時間の確保ができる人。これはですね、学習時間、皆さん結構苦戦していらっしゃるかと思うんですけれども、学習時間を確保するってなると、もうすでにあるライフスタイルの中にねじ込もうとするとやっぱり限界があります。本当に忙しい人は30分とかもまとまった時間が取れないっていうことも十分に考えられると思います。じゃあどうすればいいのか、これは生活習慣から変えるしかないです。月曜日から金曜日で会社勤めをしている方や自営業の方、もしくは変則的なシフト勤務をしていらっしゃる方、様々いるかと思うんですけれども、1週間単位で区切ってみて、どこで英語の勉強の時間っていうのが確保できそうかっていうのを1回見てみてください。で、2時間まとまってとかは取らなくていいです。研究結果で出ている調査結果みたいなものが出ていまして、記憶の定着という観点で、学習方法を見た時に、まとまった時間でバーって勉強するよりは隙間時間、30分であるとか15分っていう単位の時間で少しずつ積み重ねていく方が記憶の定着がいいということが分かっているそうです。なので、まとまった時間が取れないから、私には週20時間、1日平均3時間なんていう時間は取れません、もう英語無理ですなんて諦めずに、ちょっと時間を洗い出してみてください。この2つ目の時間、学習時間の確保なんですけれども、生活習慣を変えないと難しいっていう話なんですが、逆に言ってしまえば、期間を区切って、例えば1年とかで区切って生活習慣を一旦整えてしまえば、全然が、確保できる量だと思います。なので、本当に英語がやりたくてあそこまで行きたいんだっていう気持ちがある場合は、生活の中での英語学習のプライオリティをぐっと上げてもらって、一旦ライフスタイルを少し、英語の学習向きに変えているのを提案します。はい、3つ目、これは、英語学習の自己流を
捨てられる人、少し言い換えると成功事例に、習って素直に実行できる人となります。何か自分ができるようになりたいとき、何かの分野で成功したいときっていうのは、その事柄に対してもう成功している人の事例を復習するのが一番の近道です。なので今まで独学でこれをやってきて少しずつ効果が出てきた、これには少し自信があるから捨てたくないっていうのを持っているのもいいんですけれども、長年効果があまりなかったということであれば、もうスパッとですね切り替えて、私の動画でもいいですし、他にも英語で成功していらっしゃって YouTube やってらっしゃる方いるので、そういう方のやり方を一旦、やってみる、トライしてみるっていうのをおすすめします。はい、4つ目、これ、おしゃべりでポジティブな人、ポジティブは、必要条件ではないんですけれども、前向きにおしゃべりになれる人、これがやっぱり一番上達します。っていうのはその雰囲気的な問題だけではなくて、物理的に口から出す練習っていうの量が圧倒的におしゃべりな人の方が苦なくこなせていけるからです。私の生徒さんの中で関西の方なんですけれども、すごく一日の中で英語、目につくものを英語で説明したりだとか、これは何て言うんだろう、この動作は何て言うんだろうっていうのを一日中頭で作文をしたり、気にかけてらっしゃる方がいるんですね。その方そんなにまだ4ヶ月5ヶ月ぐらいの勉強期間なんですけども、もう作文も結構できるようになってますし、発話っていうところも、できるようになってきています。アウトプットが積み重ねられる人っていうのはとっても成長が早いです。はい、ということで4つご紹介しました。目標と振り返りができる人、学習時間の確保ができる人、あとは学習スタイル、自己流を捨てられる人、あとはポジティブでおしゃべりな人、この4つの点が全てとは言わないんですけれども、私が見てきた生徒さん、もしくは他の英語学習の方で共通している4つのポイントでした。あとちょっと思い出したんですけども、昨日トレバーと話をしていて、トレバーは日本語を勉強しているんですね。で、トレバーは英語話者なので、日本人の、日本語を聞き取る時も、イントネーションがあるのとないのでは、すごく理解度が違うと言っていました。それだけ英語話者にはイントネーションというのが大切なようです。で、カフェにいた時に、隣に女の子2人、友達の1組が話をしていました。で、隣に男の人2人、のペアがいました。で、それぞれそんなに離れてなくて、声の大きさもそんなに変わらなかったんだけれども、こう聞き取れる量が全然違ったっていう風に話していました。そこで決定的だったのがイントネーションの違いでした。女の子2人は、友達同士だとは思うんですけれども、その2人はこうイントネーションがこうガンガン変わると言いますかですね、一つのセンテンスではっきりとイントネーションがついていて、どの単語が大切なのかがすごく分かりやすかったっていうふうに言っていました。逆にその男の子2人、別に暗い話をしているわけではないのに、こう、語り口調がすごくフラットで、もう標準的な日本の男性、もしくは女性が、落ち着いて話す時の調子っていうんですかね、のような感じで、一本バーって喋っていって、淡々と喋っている感じでした。そうなるとその文章、日本語の文章っていくらでも続けられるので、どこが大切なのかが全然つかめなかったって言っていたんですね。なので、音読の練習ですとか会話の練習をするときは、皆さんイントネーションやっぱり気をつけてください。はい、コメントを読んでいきたいと思います。まずはケンジさん、単語3前後でも現在形過去形過去分詞があります。それぞれ全く違った形になるものはありますが、特にリスニングにおいては ED がつくと違った単語に聞こえることもあります。さらに駆動詞の存在も厄介です。
他にも go come with take など基本動詞にまつわるものがたくさんあり、これらを別カウントとするといくつになるのでしょうか。これ多分、その3000フレーズ、3000語とフレーズの中に入っていると思います。まあでもそうですね、過去形とかが違う形のものっていうのもちょこちょこありますね。まあ量的にはそんなにないかなと思っています。まあでも学習しているとやっぱり、あ、これも違うの、あ、これも違うのっていう風に存在としてはこう大きく頭の中に入ってきますよね。これらを別カウントするとなるといくつになるんでしょうか。やはり日本語から離れて単語の持つイメージに馴染むことが欠かせないと信じて、あと感じています。重力圏からの離脱。そうですね、日本語を日本語訳に変えるっていうことは一定までいくとやらなくなります。なぜなら時間がかかるから。私は今もう英語を聞くとこう日本語にするんではなくて、こう英語の状況、英語で説明された状況が思い浮かぶみたいな、捉え方をしているなと思っています。なのでいちいち日本語に置き換えるっていうことをしなくなりました。で、英語で最終的には話をするときは英語でもう話の内容を考えるので、それをいちいち日本語に翻訳してって言われるとすごく労力を使います。英語を英語として受け止めるとはどういうことかというと、英語で聞いた内容を頭の中に絵にできるかだと思っています。はい、 I'd like to ask your friends about the law. Why do you think many Japanese struggle to learn English?Do you think that Japanese can learn English in 2,200 hours in or 2 years? Also, do you think that you can learn Japanese in 2 years? あれですね、最後の日本語は2年で勉強できると思いますかに対してはちょっとトレバーに聞いてみたいと思います。トレバー日本語を勉強しているので。また日本語にない英文法について、その誤りがどれぐらいネイティブに違和感があるのかも知りたいです。なるほど。自動詞と他動詞の誤り、なるほど。三単元の S の漏れ、複数形の S の漏れ、不可算名詞と可算名詞の誤り、冠詞の使い分けや漏れ、さらに日本人英語学習者にありがちなこと、どう思いますか。あまり分かっていないのに分かったふりをする、うなずき、 I see など、言葉が出てこなくて話が続かない。単語の羅列、出川イングリッシュ。出ましたね。これ、そうですね。聞いてみましょう。はい。たくさんいただいてありがとうございます。これ全部、ちょっと詳しく聞けるかわからないんですけれども、ちょっとできるだけ聞いてみたいと思います。桃尻先生、今日も行く。素敵な名前ですね。ありがとうございます。はじめまして、まなぶさんのコメントからお邪魔しました。素晴らしいです。短期間でたくさんの登録者数、私も頑張ります。娘が英語頑張っているため、今後お世話になります。はい。娘さん、ぜひ、見にいらしてください。この短期間で、今で170名ぐらいの方が登録してくださってるんですけども、協力者のリュウさんのお力添えのもと実現しております。リュウさんが、いろいろとですね、留学本講座という私がコーチをしている、スクールの生徒さんに向けて、なんていうんですかね、エミコーチが新しい動画出しましたよっていう風な案内を送ってくれているようで、皆さんありがとうございます。見ていただいて、はい、そういうすごく助けてくれる人に出会えているっていう私のラッキーな、はい、状況もあります。Koike-san, hello, how are you? I'm good. I finished studying my textbook around 3 times. Wow, 3 times. That's great. I was so happy. これ、I am でいいと思います。幸せなのは今も幸せですよね。What do you want to eat, standing in Japan? これは聞いてみましょう。はい、次はゆうこさん。There was a group session. It was first time to join a group session. I was very nervous. I will do my best for the next session. I want to know why your friends choose Ise Shrine. Yeah, that's a good question. I actually was wondering why they are choosing that. 私も実はなんでって思って気になってたので、ちょっと聞いてみたいと思います。最後が、ちゃん桃太郎さん、これは桃太郎ちゃんさんなのかな。おはようございます。今日は雨ですね。そうなんですよね、雨なんですよね。そろそろ私の地域では梅雨入りかな。
Day 2、今日やったことはオンラインレッスンを今日もやっておりますね。ハパ英会話のメルマガのディクテーション。お、そんなものも出してるんですね、ハパ先生、ジュン先生。30秒くらいなのに完璧にできない。うん、悔しいですね。シャドーイング、車で移動中と家でのお気に入りのテキストで練習。シャドーイング集中が必要なので、車でやる際はすごくお気をつけください。事故ったらね、元も子もないので。今朝、朝食作りながら見てた YouTube の動画で What's the weather like today? と言っていたので、今日のオンラインレッスンではまずこれを言います。いいですね。まずこの使ってみたいっていう単語に出会えるってすごくラッキーですよね。こう、なんて言おうかなじゃなくて、あ、これいいな、使ってみたいっていうフレーズが見つかると、オンラインレッスンへのモチベーションにもなるかと思います。はい、皆さんコメントありがとうございます。That's all for today. Thank you very much for watching. I will see you tomorrow. Bye bye.